Hey, what's up, what's up? NBA アナリスト、佐々木クリスです。NBA シグニチャーレッツデーへようこそ。さあ、ちょっと変わったね、シグニチャームーブ、必殺技という観点から、NBA をですね、深掘りしていく、このシリーズということで、まあ、まだ第2弾なんですけども、第1回目はですね、もうカリーム・アブドゥル・ジャバー、スカイフック。もう、シグニチャーといえば、この人。必殺技ともはやジャバー、スカイフックの名前は同義語というようなね、お話しさせていただきましたけども、今回はですね、ゆらゆらとドリブルのリズムを小刻みに刻みながら、華麗なるステップワークでボクサーのように、蝶のように舞い、蜂のように刺す、そう、それでいて、死神のようなあの男ですよ。ステップバック3を放つあの男をフィーチャーします。わお、いきなり現代のものかよと、第2弾からね、いうふうに思うかもしれないんですけども、僕がですね、催眠術師と形容したりですとか、ディフェンス解体職人と形容したりする、そう、あの、髭を蓄えた、ジェームズ・ハーデンのステップバック3、踏み込んでいきたいと思います。はい。もう、往年の名プレイヤーから、同じく、チーム75メンバーになっているジェームズ・ハーデンということでね、まあ、近年の NBA におけるスリーポイントの増加言われて久しいですけども、まあ、現代のシグニチャーも扱っていこうかなっていうふうに思っています。でもちろん皆さんからコメントがあったような、そうユーロステップとか片足フェードウェイとか、そういうのも、深掘りしていきたいと思いますので、第3弾、第4弾、こうご期待いただければな、というふうに思います。で、もうバスケットボールというね、この競技において、レイアップ、それからダンクなど、まあスカイフックもそうですけども、なるべくバスケットの近くでこう、ショットを狙っていきたいっていうのが一番基本的な、考え方なんですけども、それを除いた、まあいわゆるジャンパーを放つ。ジャンパーを放って得点を狙う場合、攻撃する選手っていうのは、ドリブルせずに味方からのパスをもらってそのままキャッチ&シュートでリリースするというのが確率が最も安定するものだと思うんですが、まあ、すでに名前を挙げたジェームズ・ハーデンにはね、この原則が当てはまらないということで、まあ彼自身がね、そのステップバックという意味ではポール・ピアースを研究したというふうに言われますし、まあカーメル・アンソニーだとか、もうミッドレンジですけども、フェイスアップしてのまあ、ジャブステップからね、いろんな多彩な技とか、そういったものを脈々と受け継ぐような形で、ジェームズ・ハーデンも自分のこう技をね、消化させていったのかな。しかもそれがスリーポイントラインの外で行われるというね、尋常じゃない形になりましたけども、もう本当にね、時に10回以上のドリブルもしながら1対1駆け引きしていくわけですけども、まあ、コートの上で、5人がこう連動して作るショットの機会よりも、彼自身のアイソレーション、10回以上ドリブルする、そんな攻撃の方が得点のチャンスが大きいというような事態まで起きてしまう究極の武器、アルティメットウェポンまで、まあ、消化したというわけでね、まあ、このシグニチャー列伝で取り扱う価値があると思いますし、まあ、未だかつてない、こう、シグニチャーといいますか、必殺技になったんじゃないかなと、いうふうに思います。まあ、リーグ全体の、これ2021-22シーズンの、中盤ぐらいのデータになりますけれども、スリーポイントショットのうち、ドリブルから放たれているシュートっていうのは 27.4%。で、まあ、ドリブルからスリーポイントを放つ選手っていうのは、リラードとか、まあ、他にもね、一定のこう、選手、いらっしゃるんですけども、やはりゴートゥーガイ、大エースじゃないと、そういったことはできないのかなというふうに、見れるんですけども、まあ、ハーデンの、こう、プルアップに占める割合っていうのは、もう本当に凄まじいんですよね。で、ここから、彼のね、プルアップ3はもちろんですけども、彼のステップバック3、これをね、紐解いていきたいなというふうに思うんですが、MVP に輝く2016-17シーズンから、一気にドリブルからのスリーポイントが、こう爆増しているハーデンなんですけども、まあ、このスタイルでリーグを席巻して MVP 獲得、これが17-18シーズンですかね、まあ、彼のキャリアの中ではスコアリングタイトルも3回獲得していますし、 NBA オールスター10回、オール NBA も7回ですけども、まあ、MVP というね、いよいよ個人賞では一番上に来るもの、
まあ、ファイナル MVP ともね、並べられるのかなというふうには思いますけども。うん。まあ、ファイナル MVP の価値の方が上にしてもいいのかな。うん。そういう意味ではね、ハーデンに残されたのは優勝と、このファイナル MVP だけですけども。まあ、この MVP 獲得で味を占めるとですね、18、19シーズンというのは、なんとですね、77.4% がドリブルからの3だった、この MVP シーズンから、なんと次のシーズン、91.7%! はい、来ました。ほぼドリブルからの3しか打ちませんという、状態まで来たんですね。で、最終的に、このシーズンに決めたドリブルからの3ポイントの本数というのが、ドリブルからの3の本数が、343本。はい。で、この成功数だけでも、シングルシーズンの3ポイント成功数のランキングに比較すると、4位に入ってしまう数です。なんとこのシーズン、ね、キャッチ&シュートで35本ぐらい加えてますので、最終的に決めた378本というのは、シングルシーズン記録もうすでに2位に入っています。はい。ですが、ドリブルの、からのシュートだけ、3ポイントだけでも成功数で、シングルシーズン4位に入っているというのは、本当に凄まじいんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん。まあ、ここはね、ドリブルからということで、必ずしもドリブルからっていうふうに限定すると、ステップバックという話にはならないんですけども、ステップバックも、じゃあ見ていきましょう。いやー、僕にとっては神様、仏様、NBA トラッキングデータ様様でございますよ。うん。はい。NBA トラッキングデータ。ビッグ感謝でございます。さあ、ここまで、シグニチャーレッツで、そして佐々木クリスチャンネル、お楽しみいただけてる皆さんは、はい。サブスクライブボタン、登録ボタン押していただき、高評価、コメントもお待ちしてます。というわけで、ステップバックのね、同時期に、非常に増加させている、うん、ジェームズ・ハーデンなんですけども、うん、16、17シーズンには70本しか放っていなかったところ、なんと、いきなり100本以上も、増やします。はい、凄まじいですよね。そして、なんと、18、19シーズン、この増加見てくださいよ。542本まで放つようになってしまったんです。アテンプトですね。アテンプト。いやー、尋常じゃないですよね。恐ろしい。うん。もうね、これ、ゴジラの第4形態でございます。はい。でね、この年の、なんと成功率も見てみると、このステップバック3の成功率、39.1%。得点期待値に直すと 1.17PPP という風になりますから、彼がステップバック3を1回放つあたり 1.17 点獲得できる。はい。初回で扱ったジャバーが2ポイントの確率が 56% だったので、彼が2ポイントショットを放つだけで 1.12、まあ NBA でも優秀な攻撃ができるよ。現代の NBA でも非常に優秀な数字になると。いうふうに言ってましたけども、もうこの数字だけ見ると、もう NBA のね、シーズンリーダーになってしまいます。もうハーデンが毎回打てばいいじゃんというふうに、なっていくということで、もうね、歴代のシグニチャーショットと比較しても、このハーデンの得点効率というのは凄まじいと思います。まあだからこそ、ハーデンこそ究極のアイソレーションプレイヤーであり、まあかのマイケル・ジョーダンをも上回るオフェンシブプレイヤーと、称するね、現地のアナリストも、まあ、このハーデンが無双していた時は、そういったコメントが聞かれたのも不思議じゃないのかな、というふうに思うんですよね。うん。はい。さあ、アイソレーションというキーワードも出ました。そんな、18、19シーズン、このステップバック3があれだけ増えたシーズンですけども、アイソレーションを、1試合平均 16.4 回やってます。その時の、points per possession も 1.12 と、いう風になって、あ、11になってるんですね。やはり効率高い。その、1シーズン前の MVP 取った時なんかは 1.22 ですよ。アイソレーションで。アイソレーションで、まあ、期待値1を超えてくるだけでも、凄まじいんですけども、うん。もうこれは歴代最高の、まあ、NBA チームの得点効率になってしまいますね。シーズンでこれをやってしまうと。うん。だから、もう先ほども言いましたけども、とにかくハーデンが打ったら、それはいい攻撃だったっていうような、形になるわけですよね。この年、次に多いジョン・ウォールでも 5.6 回、3倍以上アイソレーションしていました。本当に凄まじいですよね。まあ当時のね、ハーデンなんかは少しこう、個人主義というふうに、まあ批判も
受けたわけですし、まあそのね、見方っていうのは、皆さん、バスケットの楽しみ方としては、まあ自由なんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあヒューストンロケッツに在籍していたこのような、シーズンでは、まあハーデンイコールシステムであり、システムイコールハーデンみたいなね、究極の関係性というものがロケッツ時代に出来上がっていたのも事実なのかなというふうに思います。ちなみにこう一般公開されている今の NBA のトラッキングデータっていうのは15、16シーズンからなんですけども、先ほどのね、ハーデンの1試合あたりの 16.4 回のアイソレーション、1試合あたりの平均で上回ったチームは18、19のロケッツ。いや、ロケッツにね、ハーデンがいるからね、19、20のロケッツ。いや、ハーデンいるからね。で、時点のチームでも17、18の OKC の 11.7 回。つまりですね、統計の在籍、存在する、まあちょっとアップデートが、更新が、まだ滞っているんですけども、20、21シーズンまでで、ハーデンが自身でプレーするチーム以外で、チームとしてもこんなにアイソレーションからショットに持ち込んでいた球団が存在しなかった。はい。ロケッツを除く29球団で5シーズンの統計なので、まあ、145チームですか ?145 チーム、可能性があったものよりも、ハーデンだけのアイソレーションの方が多いというね、事態が起きていたわけですよね。ちなみに、ハーデンが在籍していた、ヒューストンに在籍していた9シーズンで NBA トップ6以上のオフェンスを記録したのは、なんと7シーズンに及びます。うん。まあ、それだけハーデンを中心とした攻撃というのは実を結んでいた。まあ、むしろね、課題はディフェンスにあるとか、そういった部分が、やはりデータ上では、当時のロケッツね、あったんじゃないかなと思いますし、いや、まあ、ある意味、最もゴールデンステートウォリアーズを、倒すことに特化し、彼らをね、脅かすような存在にもなり得たのかな、というような、期待感をね、にじませるような、そういった、チームでもありました。まあ残念ながらね、ウェスタンカンファレンスファイナルで、KD が怪我して欠場している中でも、まあクリス・ポールも怪我してしまったというのもありましたけども、ヒューストンは最後の一山、超えられず、NBA ファイナルには進出できなかったというね、時代の文脈がありますけれども、そしてハーデンがブルックリンに加入、ブルックリンもものすごい、ビッグスリー結成しましたけども、まあこれもね、今やなんかこう、つわものどもが夢の後みたいな感じになってしまっています。さあ、フィリーでのね、シーズン。まあこれだけのステップアップスリーを、打つようなステージにはもはやハーデンいないかもしれませんが、NBA の歴史の中ではやはり光を当てるべきシグニチャームーブなのかなと感じて今日は、ピックアップしました。歴史、そしてデータを見る中では、Fear the beard. ヒゲを恐れろ。このキャッチフレーズはね、伊達じゃなかったということが、この動画でもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。さあ、いよいよね、フィリーでは、優勝することでしか、まあ、ハーデンの評価というものは得られないんじゃないかなと思います。次の2022-23シーズンも、楽しみにしていきたいと思います。あ、余談になりますけども、ジャパンゲームズ来ますね。2019年のジャパンゲームズが行われた時なんかは、僕コートサイドで、NBA 楽天のね、解説をさせていただいておりましたけども、いやー、ジェームズ・ハーデン、もうすぐそこ、手に届くようなところまで来てですね、彼のもう本当にベストアングル、背中越しからあのステップバックが見れたというのは一つの僕のキャリアの中でも一つのハイライトでございます。いやー、体も肉厚だったし、あの振り子のようなドリブルも、いやー、ハンドリング素晴らしかったですし、ちょっとね、コメンタリーのテーブルまで近寄ってきて、こう目がちらっとあったんですよ。結構ヒゲでね、威圧感あるんですけど、こう目があって、こういう、まあ、アメリカではノーって言いますけど、お互いの存在を、What's up? みたいな感じでね、できたのも結構なハイライトでございました。はい。まあね、ファン心理がね、ダダ漏れしている佐々木クリスですけども、シグニチャーレッツデンステップバック3、ジェームズ・ハーデン、Fear the Beard ということで、第3弾、第4弾もこう、ご期待。それでは皆さん、また次回、See ya!